はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集まれ動物の森匠ライフ、今日も京都で別荘作っていきましょうが、今日も京都でお久しぶりですお久しぶりなんですけど、やっていきましょう。はい、ちょ、気づいたらね、夏になってたんでね、夏服をちょっと準備して来ましたんで、ちょこれでちょ今回別荘作っていきましょう。さあ、今回はこの方、ファーストフードの店っぽくしてダチと集まる場所にしたいね。なんかそんな感じのお店っぽいところがいいらしいです。ウェンディさん、あ、うちら初めましてだよね。匠ライフの人か。あ、さあ、ダチから勧められたこともあって別荘暮らしを検討してるんだけど、うちの別荘あんたに頼んでいいかい？お聞かせください。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。だっぽってぽってぽてよく見たらなんかホットドッグみたいな服着てる面白い今日はいろいろとお世話になるけどよろしくね。それでうちの理想としてはこんな別荘なんだけど、どうかな。はい、というところで今回はウェンディ様ファーストフード店、あー、まさにファーストフード店あれはなんだ、あ、トレイの返却のなんかゴミ箱みたいなんとかも今回多分初登場するよね。で、あとはお店のなんかあの看板、あれはどうだ、バリエーションなのか、バリエーションじゃなさそう、なんかファーストフードっぽいのに特化してんのかな、なんかその辺はちょっと見てみたいんですけど、こんなイメージ。なるほどです、素敵なイメージですね。ではムーポンちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。よし、じゃあちょっとね、ファーストフード店っぽいところなので、どうしよっかな、なんか街中がいい、いや、なんか街中がいいよね。街中がいいってなると、なんか閑静な住宅街っぽいところがあったと思うんですけど、あれどこだっけ、ここか、この辺とかなのかな。それか、そうですね、なんか立地がかなり良いのはここなんだよなみたいなところなんですけど、なんか自然を感じながらみたいななんかそういうのもいいよねみたいなのも捨てがたいなって感じもするんですけど、どうしようかな。まあちょっとここにしましょうかね。なんかこの住宅街の中に、まあすごく便利なファーストフード店があるよみたいな、なんかちょっとね、そう、テラス席みたいなんとかも用意したりとか、なんかそんな感じでちょっと今なんとなくぼんやり考えてますので、ここにしましょう。へえ、さすがプロはいい場所を知ってるね。こりゃますます楽しみになってきたよ。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てかどちらを希望されますか？そういうのも選べるんだね。ここは一つプロの意見も聞きたいんだけど、あんたならどっちをおすすめする？1階建てでいきましょう。 OK、はっきり言ってくれてうちも助かるよ。じゃあアドバイス通り1階建てでお願いね。ではウェンディ様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。ムッポちゃん、ウェンディ様を現地にご案内してね。やっていくぜ。はいまあ1階建て、1階建てでがっつりだけど、あれはなんだ、何かが外に出てんぞ。あー、看板っぽい。お、これがうちの別荘か。やっぱ実物を見てみると、実物を見るとワクワクしてくるね。だっぽってよく見るとなんかハンバーガーっぽい髪型してるそっち改めてよろしく頼むよ。ムポさん、だっぽって。ファーストフード店作っていきましょう。もうまさにファーストフード店。あー、でやっぱこの看板がありますよ。で、なんかね、そう、いらっしゃいみたいな、ちょっと外にこういうのあって、まあ歓迎しますよみたいな、そんな感じっぽいので、まずはじゃあ室内でオーダー家具見ていきましょう。てか内装作っていきましょうか。さて、それではまずは家具開けていきましょう。ドドン、これはやっぱ返却のやつと、あとはまあテーブルでね、こういうセットを頼んで、まあ食べてるぞみたいな、なんかそんな感じっぽいので、どうしよっかな。まあなんか、わからんそれっぽい壁紙とかあるんかな、なんかダイナーななんちゃらみたいな、なんかそういう壁紙とか、なんかでもね、こういうダイナーなソファーとかが、
まあ、おすすめでありますよと、あとはカウンターテーブルもありますよみたいな、そんな感じなんですけど、まあでもこういうカウンターでちょっと受付は確かにしててほしいなっていう感じはしますよね。でカウンター席とか、まあカウンターチェアがありますけど、まあね、そこのカウンターは基本受け渡しと、あとは注文みたいな、なんかそんな感じだと思うので、まあこれはね、なんかどっちかっていうと、何、あの木製ウォールパーティションとかの前に、なんかこういう椅子ありますよみたいな、なんかそういう席みたいな、なんか一人席みたいな、なんかそういうのを作るようで、なんか使えそうかなみたいな、ちょっと今ぼんやり考えてるんですけど、なあ、ソフトクリームランプとかもあるし、あー、そういえばあれか、奥でなんか厨房みたいなのもなんか必要なのかなって思うと、今回かなり広くないとちょっと厳しい、かなり広いか、もしくはなんか縦長とか、なんかね、なんかそれぐらいスペースがないとちょっと難しそうみたいな、そういう感じはありますが、冷蔵庫、フローズンマシン、ダストコーナー、どうしよっかな、これ。ファストフード店。なんか、ハンバーガー屋さんというのをちょっとイメージしてたけど、いや、どうなんだろう。なんか、違うファストフード。なんか、牛丼とか。あ、でも、完全にこういうミックスサンド的なやつ食べてくださいなので、まあ、あれか、これは確定なので、なんか、これに寄せていくみたいな。多分、そんなイメージにはなりそうなのかなっていうと、どうなんでしょう。フローズンマシーンとか、ああ、でもあれか、奥で、なんか、これで作って出してくれるみたいな。なんか、そういうのはいい感じがするので、であとは、やっぱこれ別なんですね。スタンド看板と、メニュー黒板がありますよと。スタンド看板は洋食。わー、なんかいろいろある。すげー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 。寿司ある。ハンバーガー。寿司、ハンバーガー、ソフトドリンク。パン。アパレル。あ、アパレルとかもあんねや。へー。これ今までなかったんかな。あ、なんかでも、新しい家具っぽいマーク出てないから、なんかね、実は使えたみたいな、なんかそんな感じだったのかなって感じはするんですけど、あとはまあ、フライヤーある、フライヤー。これでポテトとかね、揚げてみたいな、そんな感じですよね。ポテトとか揚げてとか、もうポテト揚げるぞみたいな、そんな感じなので、これで揚げてほしいんですけど、どうしようかな。フィッシュ&チップス、フライドポテト、マルゲリータ。あとはまあこういうメニューもあるぞみたいな。あー、なんかちょっと今ね、お昼ご飯の前にね、ちょっと撮ってるんですけどね、なんかお腹空いてきちゃうね。今お昼の12時20分ぐらいなんですよ。今から撮り始めて大丈夫かなみたいな。いや、もう今日のお昼ファーストフードになっちゃうな。っていう感じはありますが、まあこういう候補とか、あとはまあどうするみたいな、まあこういうモニターとかでメニュー表示してたりとかもいいよね。っていう感じなんですけど、タイルの壁、売店の壁、アイスクリームショップの壁、黒板の壁、どうしよっかな、赤いツートンタイルの壁、まあでもこういう壁なのか、こういう壁な気しますよね。売店の壁はどうなん？あ、なんか奥がもうこれで、なんですか、ツートンタイルベースで、奥だけこういう売店の壁で、で、その調理スペースのことは考えないみたいな、なんかそういうのもできんのか。あー、これなんかもう仕上がってんなって感じしますよね。なんかお客さんスペースをめっちゃ広く確保したいみたいな、なんかそういうので行くとこういう組み合わせかなりありですみたいなところなんですけど、どうしよっかな。とりあえずちょっと見てみる。アイスクリームショップの壁、黒板の壁、黒板の壁もピンポイントなのかな。どうなんだろうね。なんとも言えないな。なんかでもね、ダイナーなカウンターとかはあってほしいなって思うんで、ちょっと今回は赤いツートンタイルの壁、これ使ってみますか。で、床がヘリンボーンなのか、ペイントフローリングなのか、なんかでもこういう床のイメージあるな。イチゴアソート、
ファーストフード。あ、こういう床もあんねや。これさ、多分あれですよね。2階席こんな感じよね、多分。2階こんな感じで、1階こういう感じみたいな、なんかそんな感じなのかなってちょっと勝手に思ってるんで、じゃあちょっとね、今回赤いツートンタイルの壁に、キュートなペイントフローリング、これでいきましょうか。でカウンターとかをいろいろ設置したいなっていうのがあるので、どうだろうな、どうなんだろうね、どうなんだろうね。縦は10欲しい気がする。縦10で横6なんかな。ちょっと縦10横6で置いてみて、でこのカウンター、このカウンターなんか真ん中パーツみたいなの欲しいんですけど、ないんですね。まあそこはちょっと残念ながらみたいなところはあるんですけど、まあこういうカウンターがあって、なんかここちょっと通れるぞみたいな、ここちょっと通れるぞ空間、ここちょっと通れるぞ空間になってて、どうなんなんかこう、でも一応なんかそういう置き方もできんくはないみたいな、そんな感じなのか。さすがにね、なんかこれ3つはね、ちょっと形的にちょっと難しいなみたいなところはあるんですけど、こうなっちゃうもんね。こうなっちゃうもんね。なので、やったら、ちょっと待ってよ。こう、でもどうなんやろうね。こうで、ここ空間あって、こっちから持ってきてくれるゾーンなのか、みたいな。それか、なんかちょっとこっち空いてるパターン。こっち空いてるパターンで、まあ、こっちから持ってきてくれるぞ、みたいな。持ってきてくれるぞ、みたいな。そんな感じなのか。いや、ちょっと待ってよ。やったらさ、違う選択肢が、なんか今、浮かんだんですけど、縦10横8にして、で、なんかこういう風にして、で、こうみたいな。なんか真ん中ちょっと空いてるみたいな。なんかそういうのもできるんですよね。こうなの？で、なんかここちょっと空いてて、で、こっから持ってきてくれることもできるし、ここで受け渡しもできるし、注文はこっちで取ることもできるぞみたいな、そんなイメージでいきましょうか。なので、ね、縦10横8、この距離感にしましょう。6だとちょっとね、3つ以上並ぶのが無理なので、どうしてもこの空間になっちゃうのかなみたいなところがあるので、やったらなんかもう10欲しい。10、ちょっと贅沢に 10×10 いく。いや別にいい、ちょっと全然あり。いや贅沢で何ら問題はない。はいっていう感じで、でなんかこっち側はまあなんか、そういう席みたいな、そういう席。こっち側はちょっとちっちゃい席、まあ奥側は席があってみたいな。どうしよっかな、むずいな。10×10 でいきましょうか、今回。ね、もう広さは 10×10 にして、で、窓があるのか。窓どう？窓ありにしますか。窓ありにして、で、入り口は、なんか玄関っぽい石。石にして、で、ライトどうなんだろうね。こういう色？まあ、もともとある、なんかこういう暖色系でいきましょうか。そう、それ変わっちゃうんだけど、で、音響が、環境音が、なんかざわざわですよね。ざわざわ、ざわ、ざわざわ、ざわざわ、ざわ、ざわ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 ざわでいきましょう。で、ライトこんな感じでこうだよみたいな、ちょっとこのイメージでそういろいろ配置してみましょうか。さあやっていきましょう、 Day2。結局あの後昼ご飯食べに行ってというかね、買いに行ってみたいな、そんな感じでね、ちょっとファーストフード食べておりました。で、その後ラジオを撮って気づいたらね、ちょっともう夜になってたんで、ちょっとデイ2ということでやっていきます。よろしくお願いします。で、
カウンターはこんな感じで、カウンターの奥に何かを置きたい、何かを置きたいというかね、なんかそういうね、キッチン的な何かを置くのかなみたいな、なんかそういうのがあるので、ちょっとこういう向きにしてみる。ちょっと一旦こういう向きにしてみて、で、なんかそういうね、調理スペースみたいなのが欲しいなと思うんですけど、何があるの？フライヤー。フライヤーありますね。フライヤー何かの上に乗せれるよね、これ。あ、乗りますね。乗りますね。なので、なんかそういう、キッチン的な、キッチン的なやつは欲しいなと。どれだ？まあ、なんかおすすめになかったので、ちょっと家具で見ていきたいんですけど、調理家具、調理はこっちか。調理はこの辺ですね。で、イメージなんかね、なんかすごいシルバーなイメージ。すごいシルバーなイメージ。なので、厨房の調理台、こういうのかな？こういうのちょっと一旦も何もなんかこれですみたいな、こんな感じなんですけど、こういう感じで置いて、で、ねえ、ポテト、あー、ちょっと待って、ポテトあります。ポテトあります。ポテト揚げてます。あとは、なんだ？これ色は？マシンの色が変わりますよと。ぐらいですね。ので、ポテトっぽい色がわかんないけど、ちょっと一旦赤にしとく。で、ここのテーブルっていうかね、なんか台に関しては、まあ、色変わんないので、このままにして、で、こっち側、どうなんだろうね。もっと空間欲しい。もっとか。いや、どうなんだ。なんかもう、こういうのは奥に置いちゃうか。奥に置いて、で、なんか盛り付け的なのとか、なんか焼いてたりとか、盛り付け、いや、どうなんだろうね、なんかね、もうなんか鉄板みたいなところで焼いてんのかな、なんかあんま奥ね、そう言われると見た記憶がないな、みたいなところはあるんですけど、そうですね、あ、フローズンマシン置きたいね、フローズンマシン置きましょうか。フローズンマシンこの辺置いて、で、まあ、この辺っていうかね、一旦暫定で置いて、で、フローズマシンの色が、ナチュラル、キュート、クール。味は多分変わんなさそう。なら、ちょっと、なんか、後ろの模様と合わせとく。どうだ、なんかチカチカする、これ。ま、可愛いし、ちょっとクールにしとこうかな。で、あとはね、ハンバーガーのハンバーグ焼いてる。ハンバーグ焼いてる何かが欲しいなって感じなんですけど、ちょっとなんかね、なんかそういう専用の、そういう明らかになんかもう専用のなんかマクドみたいな、マクドですみたいな台がちょっとね、見当たらなかったので、やったら普通にコンロ使いましょうか。ので、厨房のコンロ。まあね、たくさん焼けるようにちょっと、なんか広めにして、これは色変わらない。これは、左も右も火つくでいいんですよね。おー、なんなら全部火つくので、こんな感じでつけて。で、あとそうですね、まあ、厨房作りたいはあるんですけど、なんか音響置くなんですけど、なんかね、もう天井から聞こえてきてるイメージあるんですよね。ので、ちょっとね、どうしようかなって感じなんですけど、まあなんか他にぽいのがないならば、ちょっとカウンターのなんか下とかにね、そう隠しとくみたいな、なんかそういう説はあるんですけど、それかあれか、なんかね、ちょっと隅っこに見えないように、卓上スピーカーとかね、置いてるみたいな、なんかそんな感じなのかなとは思うんですけど、この辺か。これ。卓上スピーカー。あ、この曲初めてかもしれない。ちょっと一旦卓上スピーカー、ちょっと一旦隅っこ。手前。わかんない。ちょっと一旦この辺置いとこ。で、置いといて。
で、ポテト揚げてます、ハンバーグ焼いてます、ハンバーグ焼いてますなので、ちょっとフライパンそこに置きましょうか。小物で調理家具、ここに来て調理家具、フライパン、フライパンで焼いてます。これは種類が選べるのかな。あー、ちょっと失敗作あるけど、まあ一旦ちょっとなしかな。いや、どうなんだろうね。なんかこの辺のメニューって感じしないんだよな。あの、ピザ焼いとくか。ピザ焼いといてもらって、で、こっちはなんかパスタ、なんか赤いやつ、このラタトゥイユが何なのかよく分かってないけど、ラタトゥイユ焼いといてもらって、こんな感じにして、で、あとはそうですね、なんかこうなんかね、結構なんかこう狭いなみたいな、狭いけどいろいろあるなみたいな、ちょっとなんかそんな感じでいてほしいので、ちょっとこの辺に配置するか。これはどうなんだろうね。なんかこっちのお渡しのなんか後ろにある感じにします。なんかすぐ渡せるぞみたいな、なんかそんな感じにして、で、あとはなんかね、大きい冷蔵庫欲しいかな。まあね、やっぱね、そう、食べ物扱ってるので、冷蔵庫はね、やっぱでかくなくちゃみたいな、そういうね、そう思いがあるので、フレンチドア冷蔵庫にしましょうか。フレンチドア冷蔵庫でこの辺ある、こんな感じで、色はどうしよっかな。まあなんかシルバーかな、なんか業務用みたいなカラーしといてもらって、これの色は変わんないんですね。変わんないので、このまま乗せて焼いて、で、ポテト揚げてます。なんかフローズン出せます。ドリンクバーみたいなありましたっけ。ドリンクバー、いや、どうなんだ、ドリンクバーってあるの。フローズンマシン、クレーンゲーム、出しとこうな。ね、なさそう。なんかでも何になるんだろうね、ドリンクバーって。この辺のキッチン系ではないということはちょっとわかんないな。なので、なさそうなのかな、ないっぽい気はするけど、やったら、ちょっと待ってよ、コーヒーを扱ってもらうかね。ここでポテト揚げてます、盛り付けここでします、ここでなんかハンバーグとか焼いて、ここで盛り付けします。なので、ここは真ん中が空いてる感じがいいな。で、どうしようかな、キッチン吊るしかけますかね。壁掛けでキッチン吊るしがある、こんな感じ。色どうしようかな、なんかシルバーみたいな、なんか業務用っぽい、ステンレスでいきましょう。で、こんな感じでかかってますよってして、で、なんかここの手前もなんか配置したいんだよな。なんかエスプレッソマシン置くか。ので、これ増や、ああ、違う、片付けちゃった。戻るボタン欲しい。待てよ、履歴で厨房の調理台、再びして、で、こうする、で、増やして、こうです。まあ、こんだけスペースがね、あれはこんだけって結構ギリやけど、まあ、こんぐらいあればなんとかなりそうなので、で、なんかドリンク類とか、ちょっと待って、フローズンマシンの色違いか、これ。なんかてっきりドリンクバーあるやんと思ったけど、そんなことはなかったので、これに対してエスプレッソマシン置きましょうか。これエスプレッソマシン、こっちでコーヒー作ってるようして、で、これの色は、どうしよっかな。なんかシルバーでもいいんだけど、なんかね、ちょっとシルバーばっかり、ちょっとなんか
なんかもうちょっと可愛いのがいいなと思ったので、どうしようかな。っていうかね、ここの足元をなんかちゃうのにしたい、なんかちゃうのにしたいので、一旦ちょっとこれ黒にして、でラグってなんかおすすめあります？いや、なんかなかったらなんかここに引いてそうな何か。あー、シンプルマット、黒いシンプルマットいいですね。こうこうこう、ちょっとはみ出るなちょっとはみ出るな。ちょっと待って、 2×2 を、3つ並べるかので、黒いシンプルマットの SSSOK、 こう、そっちが増えた、こう、あれ、ちょっと待って、あ、寄ってるわ、こうこうみたいな、こんな感じ。うん、でなんかこの辺だけね、こういうマットで調理スペースだよみたいなで定期的にね、そう、業者さんが掃除とか交換してくれる。交換どうすんねやろな、これちょっとその辺の利便性は考えない、考えないことにして、でこれのマシンの色どうしようかな、なんかグリーンとかにする。いや、どうなんだろう、シルバーの上にグリーン、なんかね、なんなんだろうね、なんかしっくりこないんだな。ただ赤にするとなんか壁紙赤いしなみたいな、そんな感じなんですけど、まあでも赤にしましょうか。赤でこんな感じにして、でここでドリンク作ってます。でこっちに盛り付けたポテト置いときましょうか。オーダーにポテトあるかな。フィッシュ&チップフライドポテトありますね。フライドポテト置いて、でこっちになんかコーヒー的なですね、ので小物でマグカップかな、マグカップ、コーヒーマグカップにしましょうか。こんな感じで置いて、で色が、あ、選べるけど、草花にしとこうなんかそれっぽいやつ。うん、まあなんか調理空間に関してはこんな感じなんじゃないでしょうか。そんな感じ、こんな感じ。いや、ちょっと待ってよ。換気扇欲しいな。換気扇欲しいか。換気扇1個、2個、なんならなんかたくさん欲しいぞ。結構大規模やからね。換気扇この辺ある。いや、どうなん、この吊るしの上に換気扇あんの、果たしてどうなんみたいな感じなんで、ちょっと隅っこに置いとくか。こっちもこっちでどうなん感はある。ちょっと一旦隅っこ置いて、ピンクで、この辺のポテトの上もこんな感じでちょっとガンガンに回しとこうぜね。